テリアミサイル RIM-2 テリアはアメリカ海軍が開発した艦隊防空ミサイル。テリアとは小型の量検であるテリア種の e サム N-7RIM-2 テリアはアメリカ海軍が最も早く実戦配備した艦隊空ミサイルである。テリアは本来アメリカ海軍の本命であったサム N-6 タロスの開発途中で失策された実験作に過ぎ勝ったが、その優秀な設計ゆえに、本命であったはずのタロスに先行して配備され、テリアより派生した小型の RIM-24、ターターと共に、60年代から70年代にかけてのアメリカ海軍を支えた3種の艦隊空ミサイル、サンティーファミリーと通称される体系を作り上げた。さらに、後にはターターと共に、 次世代のスタンダードミサイルのベースともなった。また、ペリアは当初目的であった研究用としても使用され、先端の弾頭部を乾燥して、トマホーク、アスプ、オライオンといったロケットを搭載し、二段式ロケットの一段目として気象観測用等にも用された。なお、当初はサムエヌマイナス7と呼ばれていたが、1963年の命名法の改正により、 RIM-2 と解消している。太平洋戦争末期に日本軍が実施した特別攻撃に対処するため、アメリカ海軍は防空システムにおいていくつかの新機軸を導入したが、艦対空ミサイルというアイデアもその一つだった。いくつかの応急的なミサイル開発計画が実施された後、1944年にバンブルビー計画、バンブルビープロジェクトが開始された。 この計画はもともとラムジェット推進のミサイルを開発するためののであり、その成果は RIM-8 タロスとして結実した。その一方、計画の実質的な推進を担っていたジョンズ・ホップキンス大学はミサイルのあるべき推進方式を探るためにいくつかの試験的なロケットを開発した。そのうちの一つが CTVN-8 超音速試験。 飛行体であった。これは、超音速域での飛行条件及び誘導方式の研究を目的とした研究用ロケットで1948年より飛行試験を開始したが、その飛行性能は極めて優秀であった。まもなく、本命のラムジェット推進ミサイルの開発に時間を要することが判明し、CTVN-8STV を 実戦転用することが決定された。CTVN-8STV をとにした実戦用ミサイルはテリアと名付けられ、1951年より飛行試験を開始するとともに、サム N-7 の正式番号を付与された。テリアは改装した戦艦ミシシッピで試射を行った。また実用化されると、アメリカ海軍初のミサイル巡洋艦として巡洋艦ボストンと キャンベラへ装備されたほか、1960年代に建造されたほぼすべてのミサイル巡洋艦に搭載された主力対空ミサイルとなった。テリアは大型な長距離ミサイルタロス RIM-8 と違って小型な艦艇にじめできた。テリアは当初水力がキロニュートン五千二百 l b f 重量二キログラム 3069ポンド全長8.08メートル直径34センチメートル翼複1.59メートルの2段式中距離地対空ミサイルだったサム n マイナス7は数発が生産された後サム n マイナス 7A テリア 1A に切り替えられたテリア BW マイナス0としても知られるサム n マイナス 7A は多摩体中部の争奪馬によって争奪され 小巡戦ビームライディング、ルズブル誘導を採用しており、アレガニー弾道研究所の開発による、固体ロケットブースターと MW ケロックの開発による、固体ロケットサステナーを使用している。射程は 19km、10回り、最大速度は、マッハ1.8が限度だった。続くサム N-7C、テリア 1C は、テリア BW-1 とも呼ばれており、 新しい命名法の下で、RIM-2B として正式化された。また、BW-0 は、RIM-2A とされた。続くバージョンは、テリア BT-3 と呼ばれており、1958年に正式化され、後には、RIM-2C と呼ばれるようになる。これは、新設計の玉体を使用しており、ストレーキとビブの争奪狭を採用したことで、 機動性は大幅に向上した。また、新型のロケットモーターの採用によって、速度は向上、マッハ3にし、射程も延伸した。RIM2D として正式化された、テリア BT-3A は、さらに改良された、ロケットモーターを使用することで、射程を、ほぼ倍増させている、37km ほか、対水上攻撃モードも備えた。なお、 RIM2D には、テリアミサイルとして、唯一の各弾頭搭載型が存在しており、BT-3A は、核出力1キロトンの W45 から0、弾頭を搭載した。これらはいずれもビームライディング誘導を使用しているが、これは特に低空の目標に対しての迎撃性能の、問題があった。これを是正するため、セミアクティブレーダーホーミング、 さ、変更する改正が計画された。1950年代半ば、ジェネラルダイナミックス、GD とジョンズ・ホップキンス大学附属、応用物理研究所、APL、JAF は、スパローの技術を応用して、小型のセミアクティブレーダーホーミングオケを開発し、これを、テリアミサイルの弾体に搭載して、試験を行った。この試験は成功し、その成果をもとに、 XHW-1 誘導システムが開発された。これを搭載したものが新しいテリア h t 3で、これは1957年より試験を開始し、新しい命名法の下で RIM-2E と命名された。また、RIM-24 ターターは、この開発から派生したものであり、その初期型である RIM-24A と、 RIM-2E の間では、多くの部品に共通性がある。テリアの最終型はこれを改良した、RIM-2FHTR-3 で、新型のロケットモーターによって射程はさらに倍増し、75km、イクセム星や多目標光線能力、対水上戦闘能力も向上した。多くの RIM-2E が、後に、 r i m に開始用に回収された。ターターとテリアを完全に統合するミサイルシステムとして開発されたのがスタンダードミサイルシステムである。これは基本的に RIM-24C ターターをベースとしており、テリアの代替となったのはそのロケットモーターをアトランティックリサーチ社の MK30 に変更し、 ハーキュリーズ社の MK12 ブースターを追加した、長射程版である RI、RIM-67A スタンダードミサイルで、ある。テリアは徐々に、スタンダード SM-1ER によって、置き換えられ、退役した。しかし、テリアの運用に用いられた各種の装備、テリアシステムを、参照は、スタンダードの運用にあたっても、 小規模な回収を受けたのみで継続的に用いられている。テリアミサイルの運用にあたっては、ミサイルの他に、いくつかの付随するシステムが必要となり、これらが集合して、テリアシステムと、通称されるシステムを構成している。RIM-24 ターターにおいては、それらは後に、ターター、D システムとして、統合武器システムを形成したが、やや旧式であった。 テリアミサイルでは、そのような試みはなされなかった。ただし、テリアミサイル搭載艦のうちリーヒ級、ベルナップ級巡洋艦は、後に回収を受けて、ターター D 及びイージスシステムの開発から得られた成果をバックフィットされている。テリアシステムは、おおむね次のようなシステムによって構成されている。武器完成システムは、戦術情報処理装置の一種で、 オペレーターや海軍戦術情報システムによって目標の脅威度判定がなされた後、それぞれに対して適切な攻撃を実施するよう完成するものである。MK-76 ミサイル射撃式システムは艦対空ミサイルによる攻撃を直接担当し、そのサブシステムであるアン、SPG-55 レーダーによりミサイルの誘導を行う。艦対空ミサイルとしては、 当初は RIM-2 テリアが用いられ、後にスタンダード SM-1ER によって代替された。また、んちょ回収館ではさらに改良されたスタンダード SM-2ER の使用も可能になっている。MK10GMLS は、いわゆるミサイル発射機である。MK10GMLS は、連装でアスロックの発射も可能である。ミサイルは、 後部の装填機構付き弾庫に収容されており、通常、その収容数は40発であったが、一部は80発から120発を搭載した艦もあり、ミサイル巡洋艦ボストン、キャンベラは72発の低部装填機構付き弾庫を装備していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。